こんにちは。今までたくさんの会社を作っていた、そっか塾の福でございます。あの、ここ数年ですね、非常にですね、銀行口座、法人用の銀行口座、事業用の銀行口座を作るのが難しくなってきました。さすがのベテランの私もね、本当に難しいなと思いましたね。私は事業の実績も長いし、その会社の、まあ、バックアップだよっていうふうな姉妹会社ですらですね、審査落ちするんですよ。で、これはそういう仕組みなんだそうです。 新規参入の会社っていうのをどんどん作りにくくしていることに何のメリットがあるのかなと思いますけどもまあおそらくねマネーロンダリングとか反社みたいなことを警戒してないんだと思いますけども何の活動もしてないそういった事業者に対して儲けるハードルとしてはかなり高いのかなと思うんですよそれこそねあの半年ごとに審査をするとかっていう方法に変えなければなんかこの 溝っての埋まらななないいんんじゃないかなと思うんですよつまり口座を作らせないようにするんではなくてまず作っていただいて活動の知識を持ってですね判断するって形でございます、まあ、そうすると昔のよく分かんない会社の休眠口座を復活させてでそこをね悪事に使うっていうことこれは全く流れが変わんないわけですよねだからちょっと順番がずれてるんじゃないかなと思いますよねノックさんねで結局ネット銀行も その他の一般銀行も一通りやってみたんですけどもほとんどのところがねまあダメですよね担当者の方に話をさせてもらっても私の顧問の先生を通じて銀行のある立場の人を紹介してもらっても決済できなかったっていうことになりますだからね 普通の人が事業用の口座を作ろうと思ってもなかなかうまくいかないんでもしかしたら銀行口座を作ることを代行する専門業者っていうのがね受けるようになるかもしれないですねそうなると結局審査って何なのってことになりますで、まあ、私からお話しできることっていうのはまずね審査のためには活動実績がいるよってことだったんですけどもそれをホームページで出せって言うんですよいやホームページなんでいくらでも作れますよそれでもいいんですかって ホームページに書かれてる内容が本当かどうかっていうふうに審査できるんですかっていうふうに聞いたらそれは分かりませんけどもいるんですっていうことでしたですのでホームページ作りますよねでそこに事業の実績って書けないじゃないですかだってまだ稼働してない会社ですよ稼働するのに現金のやり取りが法人だから必要だから銀行口座をお願いしてるのに今までの取引実績がないからだから認められませんって言ったらこれはね なんか鶏と卵の話ですよね。堂々巡りになっちゃいます。いや、企業はあるけども、現金のやり取りができないんで、だから、活動実績、お示しできませんよって話すんだけども、そうなんですけどねって言われるんですよ。まあ、そこから類推するに、法人の代表となる人が個人で活動した実績がいるんですよねってことだと思うんですけども、でもあくまでもね、 個人でやってきたことと法人という別人格として法的に考えられているものとは別々の実績なんでいくら個人で何かをやってきてもその個人が法人の代表者としてね法人講座を作るときの審査ってこれ客観的には関連づけちゃいけないことですよねっていうふうに考えてそう話したらその通りですとは言うんですよでもそこから類推するにやっぱりね個人の活動実績を持ってその 新しくできる法人を審査するっていう意図なんだろうなというふうに感じましたね。まさにはシークレットスタンダードですね、これは。うんまあ、だからその辺が、ね、透けて見えてね、手続きに終始して本質を捉えてない、まあ愚かな審査構造が見えて取れるなと思いました。まあその中でもね、上限はあるんですけども、ゆうちょ口座は非常に作りやすいんで、ゆうちょ銀行でまず銀行口座を作って、 半年なり1年なりそこでねやり取りをしていただいてその実績を持って一般銀行にっていう流れでいいんじゃないかなと思いますもちろん売上があのー、あんまり高い規模にならないんだったらそのままゆうちょ銀行の口座でもいいと思うんですけどもね私がまあ考える銀行口座の作り方とかその辺についてはねこんな感じですじゃあノクさんの事業の成功をお祈りしております動画ありがとうございました